はい、こんにちは、カービーです。9月の14日ですね。8月末にやったブロッコリーの踏みつけ種まきなんですけど、今のところまだ芽が出ておりません。で、このままだと、せっかくたくさんの方に見ていただいているのに、これ、なんだこれ、できんじゃねえかっていうことになっちゃうので、これはさすがにちょっと良くないので、巻き直しをします。で、グリーンカラブリーゼの種は売ってなかったんですけど、まあ、固定種ブロッコリーといえばこれ、ドシコ。これを踏みつけ種まきで撒いていきます。いや、ちなみにこの種まきの時期はね、平団地で、7月頭から8月中旬となっております。つまりもう1ヶ月以上、1ヶ月ぐらいかな、種まきの時期としては遅い。でも、まあ、発芽させてないにするぐらいまではできますし、実際それでね、なんとか、ちっちゃいけどできるところまではいってます。なので、今年もこれをちょっと追加で撒いていこうと思います。ちなみにこの隣の畝がね、そのグリーンカラブリーゼ撒いたところなんだけどね。ということで、今からここの、で、ナスの横をトマトが入ったんだけどね、ここをちょっときれいにして、種まきできるようにしていきます。まずこれで刈り取ります。はい、表面の草とね、残ったトマトの茎なんかを取りました。で、今からこのムツゴでね、また引っかいて柔らかくしつつ、残ってる草とかをね、どかしていきます。これ軽くほぐすことで、種が土の中に入りやすくなります。あと、凸凹を直しておかないとね、このまましばらく使うんでね、今のうちに形を直しておきたいです。こうやってほぐして、この草は下に落とす。で、これが朽ちてきたら、この上にかけてね、土の被覆剤として、また有機物を活用していきます。じゃあ、畝の整地ができたんでね、撒いていきます。これ、どしこ合わせタイプで60、種まきから60日から70日でできるって書いてありますけど、これは7月か8月に種をまいて、苗を作って、で、今の時期ぐらいまでに肥料とか堆肥をしっかり入れて、で、マルチ、黒マルチなんかを張ったところに植え替えてあげて、生育をしっかり促進させてあげる状況を整えてやれば、60日とか70日で取れると思うんですけど、うちの場合はね、とても2ヶ月ではできません。大体この1.5倍、3ヶ月でもできない、4ヶ月くらい、よくできて、早くできても、大体年末年始ぐらいになります。で、そこまでにできなかったら、もう翌春、来年の2月とか3月ぐらいにできますね。で、これ200円パックなんで、一番少ないようなやつ、280円か。これだけしか入ってません。これだけで、これをこの上に撒いていきます。で、やり方は踏みつけ種まきのリベンジなんでね、まあ、1箇所に3、4、5つ巻いて、ちょっと間隔を空けて巻いていきます。あんまりフチっこに植えると結構でかくなるんで、ね、通路に葉っぱがかかって邪魔なんですよ。なので、ちょっと真ん中寄りに植えます。はい、ちょうど巻き入れたんでね、1回往復して振りました。で、軽く土をかけて、もう1回鎮圧していきます。で、これで発芽の様子を見ていこうと思います。9月14日に種まきしたんで、1週間経ったくらいかな、6日後です。で、このように発芽しております。ここもね、ちゃんとね、踏みつけ種まきでやったやつだよ。動画で撮ってあると思うんでね、それで確認してもらっていいんですか。これ虹だな。これ1列で撒いたかな、点巻きしたかな。まあまあ、でもちょいちょい生えてきてます。というように、普通はね、この時期だったら早ければ3日、まあ1週間あればこうやっては生えてくるはずなんですよ、本当は。あれ、種が弱ってたかな。いい感じ、いい感じ。よかったよかった。これで踏みつけ種まきでも大丈夫だよっていうのが、一応ね、証明されるかなとは思います。あとは、こっからどんどん大きくなって、どんだけ育ってくれるかですね。 これトマトね、自然培してきた。これね、いいですね、育ってますね。まあ、この時期にこれはちょっとね、ちっちゃい。できれば1ヶ月前にこの状態になってるか、この状態植え付けたいんですよ。だから、もう1ヶ月遅くいいんだけど、ただ今年ね、正直気温の下がり方が1ヶ月遅れてます。まだまだ9月上旬並みの暑さをしてるんで、むしろちょうどいいかもしれない。もう自然媒がすごい。ただね、やっぱちょっと踏みつけ種まきで下のやつをやるとね、なんだ、踏みつけ種まきの注意点、デメリットでもお話ししましたけど、やっぱり発芽率がちょっと弱いので、あまり出てないです。芽は出てないけど、これぐらいのやつがいっぱいできてくれればよかったんですけれど、でも自家採取のね、ブロッコリーの種とかで、ばらまくとめちゃくちゃ出ます。 めちゃくちゃ入るんだけど、結局ブロッコリーの種取りするとね、やっぱね、交雑しやすいんでね、元の形質を遺伝しにくくなっちゃうんですよ、混ざっちゃって。なので、やっぱブロッコリーは市販の種を買った方がいいんですけど、ただそうするとやっぱ発芽率が弱くなっちゃうんで、自家採取に比べたらね。
なのでやっぱ市販の種を買った場合は育苗ポットでしっかり育ててあげて植え替えるのがいいかなと思います。一応できんだけどね。あれこれ、あこれなんかあれじゃない、なんか真空虫かなんかに食われた後だね。これほら芯だけなくなっとる。いますね。あ、これ、俺もだ。ネキリムシか？ここにいる。これ生えてる。一応ちょいちょいできてます。だからこういうのをね、もう少し保護してあげて、植え替えてあげるのがいいかなとは思うんで、もう少しね、大きくしっかりしたら、ちょっと、まとめて植え替えようかなと思います。で、ちなみにこっちに、ナスの日陰になってるんですよ。この辺。ここにもあるけど。で、日陰になってるところよりは、やっぱりこう、日陰にならないところの方が、あからさまに生育がいいです。ほら。同じやつでもね。こっちいっぱい出てるね。うん。これに、こっち順調です。ちょっと、ナスの日陰が結構でかい。日当たり大事ってことですね。で、さっき、こっち側、これね、グリーンカラブリーゼっていう、そのブロッコリー、春巻きのやつかなをばらまいて全然芽が出なかったっていうところを草取りした。一個生えてました、これ。貴重な。貴重な。だから、全部失敗ってわけじゃなくて、生えてるのもあったということ。あ、もう一個は、これ違う。やっぱこれ1個だけあったんでね、これもね、ちょっと保護して育てようかなと思います。というブロッコリーの踏みつけ種まきに関することでした。まあ、試験としてはね、ちょっとうまくいかないかな。8月31日前で1ヶ月経ってあれだよ。あれ1個しか入ってないんだよ。はい。ということで、ブロッコリーのね、種は、やるなら育苗した方がいいよということです。うん、できるんだけどね、一応。できたんですよ、今年も。うん、ちっちゃいやつがね。はい、10月の10日、ドシコをね、1ヶ月前に植えたやつ。で、ちょいちょい発芽してるんですけど、これ踏みつけ種まきの巻き直しやったやつ。ただやっぱまばらです。こう、ある、で、しばらくないで、ある、で、しばらくないで、生えてる、しばらく、ちょっとない、生えてる、で、ない、生えてる、みたいな感じで。結構まばらで、この辺から生えてるんですよ。で、やっぱね、このナスのね、日陰っていうのは結構影響大きくて、ここからこっち、まあ、日陰になってない、常に日が当たる部分のやつの成長は非常にいいです。よくできてる。ということで、ちょっとこの辺もね、若干密集してるので、植え替えていきます。あっちのやつもね、こうまばらだとね、いまいちなんですよ。だからなるべくこっち側にちょっと集めようかなと思います。なので、ちょっと移植します。これね、根っこが張ってるんで、それを傷つけないように、周りの土ごと取ります。まだちょっと弱いからね、もう少し大きくしてからでもいいんですけれども、早いうちに植え替えてあげた方がいいでしょう。よいしょ。なるべく、ただね、根の張り方も弱いからね、根っこだけ取れちゃうんですよね、これだと。なるべく、周りの土ごと移植したい。よし。優しく、鍋に入れて。もう一個、こいつも移します。こいつね。こいつ立派だな。よいしょ。で、移したところではね、しっかりと水をあげましょう。あさってからまた台風来てね、雨しっかり降るんで、それで治ってくれと思います。とにかく水さえ根っこにあればね、根っこに当たればね、枯れることはないと思うんで。よし、とりあえずこの2個を植え替えましょう。はい。まあちょっと草が覆われちゃってるからね、本当は鎌で買ってからの方がいいんですけど、ちょっと持ってきたいからいいや。で、どかして、で、ここに生えてるんで、株間を、上間かなこれは。まあ、40センチぐらい開けた方がいいから、こんなもんか。これぐらい開けます。で、ここに、穴を掘ります。で、ちょっとだけほぐしてあげます。根が弱いからね。で、そこにさっき持ってきたやつの土の塊をなるべく崩さないように、よいしょ。もうちょい深い方がいい。もっと広げて、優しく、置いて、ちょっとね、生え際を埋めてあげるぐらいでいいかもしれない。よいしょ。ああ、いいんじゃないこれなら。大丈夫、大丈夫でしょ。頑張れよ。あとで水あげるからね。優しく土を寄せて、ちょっとクックと圧力をかける。土がね、しっかり密着しないとね、乾きやすくなっちゃうからね。よし。あとであまりぎゅうぎゅうにやるとね、何もよくないんで。はい。よし、これはいい感じに植えられました。つってね、よし。こんな感じで、ね、他もやっていきます。植え替えの時はね、根が弱ってますから、しっかりと水をあげましょう。で、できればこの表面のところにね、軽く、枯れ草をね、枯れ草というか、ちょっと分解されたやつを敷いてあげておくと、
この水の粒でね、土が溶けるのを干渉するクッションの役割を果たしてくれますからね。これちょっと良くない、地面についちゃうとそこから葉っぱが食われたり傷んだりするんで、これちょっと良くないです。ちょっと埋めすぎたね。で、この植え替えはね、夏場なんかは特に夕方にやるのがいいです。ここから気温が下がっていってからの方がいいです。朝方でもまあいいっちゃいいんですけど、朝そこから気温が上がってきますからね。根がまだ十分張ってないうちに気温が上がりすぎちゃうと弱りやすいんで、僕は基本的にこういう苗とかを植え替える場合は夕方を狙ってやってます。で、今はまあ普通に移植しましたけど、本来はね、こういうふうにいっぱい種まいてたくさん出てきたやつを間がね、混んじゃってるやつなんかを植え替えて、なんだ、さらにたくさん増やそうという感じでやるんですよ。だから苗床としてこの一列を使って、そこでできた苗を他の畝に植え替えて、ブロッコリーを栽培していこうっていうやり方だったんです。で、なんだ、残したやつはそのまま根を張ってくれたらその方が成長が早いんでね。ただ思いのほか発芽率が悪くて、苗がたくさんできなかった、で隙間が空いちゃったんで、もういっそのことこっち側に詰めておこう。でしかもこの撒いたところがね、まだナスを片付けずにもう少し育てたいんで、まだ日陰になっちゃって生育も悪くなるんで、こっち側に寄せたと、そういう事情がありますが、当初の目的では、当初の考えでは、苗床にしてたくさん苗を作って、それを植え替えて残したやつをそのまま、そのままそこで栽培して大きくしようという考えでした。はい、だからね、この部分に関してはそれがうまくいってるんですよ。ここからこの辺まではしっかり生えてくれてるんで、だからね、ここのやつも、ちょっとね、いっぱい生えてるやつなんかは残すやつを傷つけないように気をつけながら、苗を抜いて移植していこうと思います。まあ普通だったらね、この育ちが悪いやつなんかもう間引いちゃうんですけれど、私はまあケチだし、ちょっと苗が少ないんでね、そういう風にしていこうかなと思います。やり方はね、さっきやったのと一緒なんで省きますけれど、そういう考えでやっておりますと。あ、でも丸っきり同じじゃないな。さっきのやつはこう丸ごと掘り出しはよかったけど、ここはちょっと残すんで、残すやつは傷つけずに他のやつを取って難しいんですよ。根がね、絡んでますからね。なのでまあちょっとやり方を見せると、こうやって一応慎重にやります。で、半分、こっち側半分、まあ残すやつが元気に育てばそれでいいんで、まあこっちがおまけみたいなもんですからね。まあでもこれは本当はやんない方がね、残す方のダメージも少ないですから、本当はやらん方がいいです。はい、うまく取れた。はい、残すやつはこっち、まあ根っこがこっち側半分はね、無事なはずなんでね。で、周りの土をちょっとほぐして元に戻して、すぐに水をあげておけば良いと思います。で、こっちの方は植え替えに使います。まあこんなもんなんですよ、根っこって。まだね、あんまり長いこと空気に触れておくとどんどん弱っていくんで、この間に、このなんだ、引っこ抜いた瞬間から根が切れて、で葉っぱからはね、水分が出ていく、蒸散っていう作用が起きてるんで、もうなるべく早いこと土に埋めてあげて水をあげた方がいいです。まあ、効率を考えたらね、全部収穫してから植え替えた方がいいんですけど、ちょっと弱っちゃうんで先に植え替えます。で、植え替えのはもう一緒なんで、そっちは省きます。昨日植え替えたブロッコリー、どしこですね。根っこが多少切れたかもしれないけど元気です。雨降ってくれたからね。とにかく根っこに水分、根っこの周りに水分があればなんとか吸収できますからね。で、こんだけ今日雨降ってくれたからね、ナイスですよ。ナイスです。保湿されればね、枯れることはなかなかないので。で、あと植え替えの時にね、言うの忘れてたんですけど、この茎とかの表面がロウが塗ったようになってます。クチクラソウっていう水を弾く層なんですけど、葉っぱなんかもそうです。これこすると、そのクチクラソウがね、ロウソクみたいな成分が取れちゃって、水がなんだ、ピターってなったりとかね、水を弾かなくなったりします。そうすると細菌とか入って病気にかかったり、そこから腐ったりしやすくなるんでね。だから植え替える時も、そのなるべく茎とか葉っぱの口クラスを剥がさないように優しく扱って植え替えないといけません。そういうデリケートなところでね、傷が広がって腐っちゃったりするんでね。あとこの植え替えの時期、やっぱね、この青虫さんたちね、これちょっと脅威なんでごめんけど、ちょっと捕殺します。あんまり普段やんないんだけどね。それかまあ、カエルのいるところあたり投げてあげれば、カエルさんが食べてくれるんですけど。まあでも大体大丈夫そうですね。ちょいちょい青虫はいますけれど。やっぱ最初はちょっと食われると辛いですね。初期生育はやっぱ大事なんでね。なるべく見つけたらちょっと追い飛ばしてもらうのがいいかな。おいっと。なんかブロッコリーとかキャベツとか、この硬い系好きなんですよね、青虫さんって。なんでだろうね。まあでもこれぐらいの食われ方だったらまだ大丈夫です。ここから再生してくれるかな。ほんで、こっちの整理した方、
こっち側にはあのスナップエンドウを巻きました。豊姫という品種です。買ってきた種です。これ種取り何回かしてんだけど、なかなかうまくいかなくてね。昨日植えました。これが、来年の春に収穫できるといいな。スナップエンドウね、美味しいですからね。さーて、あとはこう持ちこたえてくれりゃいいけどな。今日は明日の台風。みんな頑張れよ。